皆様、こんにちは。秘書技能検定1級パーフェクト合格講座担当いたします、講師の及川かなえと申します。どうぞよろしくお願いいたします。秘書技能検定1級パーフェクト合格講座。 第2回目となります。第2回講義のカリクラムです。第2回講義では、第1章、秘書の資質、必要とされる資質を学習してまいります。合格メソッドに従いまして、1番、パワーポイントでの解説、 要点や傾向と対策をご説明申し上げます。2番、テキスト学習。諸技能検定級集中講義を読み込み、理解してまいります。テキストをお手元にお準備ください。合格メソッドの3番、問題練習。 実践力強化を図ってまいります。確認テスト、実問題、そして本日は第1章、秘書の資質の領域別テストを実施いたします。実問題の練習5問、そして秘書の資質の領域別テスト5問実施してまいります。その後、第2回講義のまとめをし、エピローグとなります。 第2回講義におきましても、合格学習サイクルを実施してまいります。先ほど申し上げましたように、パワーポイントでの解説の後、テキスト学習を進め、問題練習を実施し、実践力強化を図ってまいりましょう。 1> 第1章、秘書の資質、必要とされる資質。学習項目見てまいりましょう。セクション1、上級秘書の資質と能力。レッスン1、要求される高い資質。レッスン2、状況に応じた適切な判断力。 レッスン3業務遂行のための調整能力レッスン4人間関係調整能力レッスン5アドバイザーとしての能力レッスン6新人後輩への指導力です続けてセクション2対人関係の心得ですこちらではレッスン1 来客、上司への対応、レッスン2、社内関係者への対応を学習してまいります。合格メソッド1番、パワーポイント解説をしてまいります。出題形式を見てまいりましょう。 必要とされる資質は記述問題で2問、ないし3問出題されます。第1回講義のガイダンスでご説明申し上げましたように、必要とされる資質が2問出題された場合は、職務知識が3問出題されます。また、必要とされる資質が3問出題された場合は、職務知識は2問ということになります。 重要ポイント見てまいりましょう。理論編、書の資質、職務知識、こちらは読解力、センス、知的要素が要求されます。必要とされる資質、職務知識は、行動の型を覚えることが重要となるでしょう。正解を暗記するのではなく、 その秘書の対応がなぜ適切なのか、また不適切なのか、理由を明確に理解することが大切と言えるでしょう。学習のポイントです。秘書の全体像をつかむことが重要です。学びのポイントといたしましては、秘書の職種、秘書に求められる能力、 秘書としての心構えをしっかりと抑えておくことが必要となります。秘書は何を求められているのか、仕事で秘書が直面する状況に対して、的確な判断と行動ができるかが問われます。知識だけではなく、日頃から向上心を持つことが大切です。 秘書に求められる判断力、表現力、記憶力、行動力の意味を理解しましょう。様々な状況への対応の方法を考えることが必要となります。補佐役としての秘書、秘書本来の仕事を超えた 行き過ぎのケースに注意をしてください。回答のポイントといたしましては、秘本来の仕事を心得、役割を果たしているかどうかをチェックしてください。試験対策見てまいりましょう。 書の資質、職務知識は理解する領域です。書の資質では、書としての考え方や判断力、洞察力、行動力など、書として求められる能力を学ぶ領域です。テキストを熟読し、問題練習をしてください。 具体的な事例を想定し学ぶことが重要です。上司が本来の業務に専念できるように、上司の補佐をすることが秘書の役目である。この点をしっかりと押さえておいてください。回答のポイントを見てまいりましょう。秘書としての気配りが重要です。 本日も問題練習で秘書としての気配りの理解を深めてまいります。上司の意向を尊重すること。相手の立場に立って上司や会社に最良の結果が得られる対応を考えることが必要となるでしょう。ここで一級の記述対策ポイント。 書の資質、そして第3回で学習いたします職務知識について合わせて見てまいりましょう。第1回目の講義のガイダンスでもご説明申し上げましたように、答えは一つとは限りません。いくつかのケースが考えられる場合は分けて回答しましょう。 記述項目の要素は広い範囲から選ぶようにしてください。多面的に考えてください。抽象的なことを考えついた場合は、具体的に捉えてみましょう。また、回答が具体的すぎると思われる場合は、抽象化します。 回答の文末に配慮しましょう。同じ単語の繰り返しは避けてください。また、同じようなことは書きません。回答のまとめ方といたしまして、箇条書きの要領、再確認してまいりましょう。1、各項目ごとに番号や記号をつける。 2. 必要に応じて枝番号や記号を用いる。例えば1。上司に次のことを尋ねる。A. 予算。B. 相手の社会的地位。C. 相手の思考や家族構成などとなります。3. 各項目ごとに開業する。項目が2行になる場合は、 2行目の頭が数字や記号と並んだり超えたりしないように注意をしてください。このように表記をしてください。1番の例をしっかりと理解してください。 4番、文はできるだけ簡潔に書きましょう。5番、各項目が文になっているときは、文末に句,と句点をつけます。名詞だけの場合は、基本的には句点をつけません。注意をしてください。 記述対策のポイントは皆様のお手元のテキスト、集中講義にも記載されております。合わせてご参考になさってください。必要とされる支出の傾向と対策確認してまいりましょう。後輩書の指導、補佐業務の本質、また 上司への対応、来客への対応、転任、着任の挨拶への対応が繰り返し出題されております。しっかりと学習してまいりましょう。また、上司の上役から指示を受けた時の対応、来客、取引先への対応も出題されております。 さらに、会社の機密の保持、社内関係者への対応、仕事の進め方、秘書の見出し並みについても理解を深めておきましょう。第1回目の講義でご説明申し上げましたように、本講座内では学習効果の向上を図るため、 秘書検定の準1級、2級の復習、確認を実施いたします。1級の試験対策に共通する部分が多数ございますので、合わせて説明をしながら進めてまいりたいと思います。それでは、第1章秘書の資質の 2級の復習確認を進めてまいりましょうセクション1の秘書の心構えにつきましてはこちらの項目を学習しております 秘書の心構え、一級の技術問題でも問われる問題ですので、しっかりと押さえてください。秘書は上司の補佐役であること。秘書は影の力で縁の下の力持ちであること。そして秘書にとって上司との信頼関係は必要不可欠です。上司の人間性を理解しましょう。また、上司の職務内外の知識を持つことも必要となります。 さらに、秘書は上司のみならず、会社全体のイメージとつながることも大切なポイントです。また、優越感を持たない、企業秘密を守ることも押さえておいてください。ポイントの1、補佐役としての心得。上司の有能な補佐役となる、上司への気遣いを忘れません。 また、上司の意向に沿って仕事をします。影の力に徹することも大切です。